とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワーシーズン6始まりましたね。生放送でもうまいこと攻略ができてよかったです。で、今回もショートカットがあるんですよ。それは絶対やった方がお得なので紹介していきます。ではまず進んでいきましょう。10回まで飛ばしますよ。行くぞ。10回到着です。そうですよ、見たことあるでしょ。シーズン5の8回と一緒なんですよ。まあ8回、最後の1週間ぐらいでちょっと変更されたんだけどね。でもここだったらわかりますよね。こっちから通って下に降りていくとショートカット可能ですね。階段を通ったらダメです。階段を通ったらアウト。こっち側を通っていくとショートカットすることができます。もちろんこのショートカットを使うとこっから先、敵は一体も出てきません。30回のボスまでノンストップで行くことができます。簡単だよね。でもボスが結構強いので、一応おすすめ装備ありますので、それも紹介しながら進んでいきます。では行きましょう。まず11回の報酬ですね。11回の報酬でベッグスの召喚の歌、これ取っていきましょう。めちゃくちゃ必要です。絶対取ってくださいね。続いて13回です。13回の報酬で魂のローブ、これをつけていってください。でエンチャントでビーストバースト、クールダウン、この2つだけで十分です。そうですね、ビーストバーストで、ボスを吹っ飛ばすっていう、そういうやり方です。でパワー職人でさっき取りましたローブだね、これを上げていきます。で98まで上がりました。で、次、何回だったかな、また金細工職人、ユニーク職人いるんですけども、そいつらに行くまでに武器、そして弓を何でもいいので、変えておいてください。自分の基礎パワーを上げておかないと、この防具を職人に出しても、パワーが上がりませんので、武器そして弓、更新しておいてください。22回です。ここに来るまでに武器、弓ですね、パワーを若干上げておいてください。そうしないと、この魂のローブのパワーが上がりませんので、武器とそして弓、何でもいいので変えておいてください。でアーティファクトは途中でブーツが出ますので、ブーツを履いていくといいと思います。移動も速くなりますし、パワーも上がります。はい、26回、また商人ですね。ここに来るまでも、武器と弓を何かに変えておいてください。まあ、100ちょっとあればいいと思います。そうすると112までパワーが上がりますので大丈夫ですね。このビーストバーストの威力が2万あれば十分です。1万5000ぐらいでも確か大丈夫なんだけども、まあ、この2万あれば全然余裕でいけるので、まあ、そこぐらいまでは上げておいた方が無難ですね。27回の報酬です。ブーツを2つにしてるので、ここにドラを1個入れておいてください。30回到着しました。このまんまではボスが出ませんので、一度タワーを出ましょう。では戻ってきました。一応ね、このビーストバーストちゃんと入ってるのかチェックしておいてください。はい、では倒し方です。シーズン5でも同じことやったんで大丈夫と思うんですけども、敵が2体出ます。なので敵の真ん中でドラを使って、その後にベッグスを召喚、そして回復ポーションですね。その順番でいきましょう。うまいことボスもね、隣同士で出るので当てやすいです。まずドラ、そしてベッグス、回復、こんな感じですね。
ットをするとワンパンで倒すのでかなり余裕です。このシーズン6もだいぶ周回できそうですね。まあ5よりも若干時間はかかるんですけども、まあそれでも全然余裕です。はい、まあ最後ちょっと報酬見てみましょうか。何が出るかな。すごいの出ればさあ素敵だなと思ったけども、でも惜しいね。ダイナモと、貫通が一緒にある。バーストボースリングあるんだけどね、貫通かダイナモどっちかを一番左にやってくれればマジで最高だったんですけども、まあまあ特にいいのはないっすね。はい、ということで、タワーのショートカット説明していきました。そしてボスも、合わせて倒し方やっていきましたけども、どうだったでしょうか。今回もね楽勝なのでどんどん周回していきましょう。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。